エゾエットのダークグレー、カスタムグレーという色ですね。どうも、説明でございます。結構色合いもよくありますが、まあ、若干色あせは少しずつ出てきちゃってます。この辺はちょっと色あせですね、出てきてますが、全体的には色合いもなかなかいいと思います。まあ、黒っぽいのでちょっとこういう線傷とかですね、ちょっと目立ちやすくなるかもしれないです。レンズも綺麗です。小さい傷とかですね、見落としはかもしれませんが、かなりいい方じゃないですかね。この状態はボディは大きく気にすることはなさそうです。タイヤの方は夏タイヤの方、ディレッツァと書いてありますね。デジタイヤのダンロップでございます。タイヤの方の年式は分かりません。このタイヤだと書いてないですかね。まあ、十分山あります。もう即戦力で使えるかと思います。はい、もう一回見てみますね。問題だけですけど、リアスポのここのハゲはありますね。ここの集中どうでしょう。みんなハッチが上げづらくなってきてますかね。ちょっとハッチ連動してないみたいですね。 ETC ついてますね。あと純正の CD ナビついてます。ね、モーターの方は連動してないような感じですかね。まあハッチ普通に鍵で開くのでマットついてます。オプションなんですかね、当時の。嬉しいです。あと肘掛けついてますね。これよくよく考えたら肘掛けって今までついてる車両なかったですよね。そうですね、こちらで見ても肘掛けないですね。こちらで見ても肘掛けないので、肘掛けがついてる、うちでは初めての車両になるでしょうか。はい、ということでマニュアル車両が現在4台という、もう1台あるんですけども、もう1台は購入者さんも決まっておりまして、こんな感じです。内装結構綺麗ですね。助手席も、あ、こっちは薄しみありますけども許せない範囲じゃないでしょうか。皮巻きステアリングというかは皮巻きのカバーをつけたって感じでしょうかね。どうなんでしょうね、これ後からつけたような感じではありますが、いい感じです。はい、こちらだけキーレスないので、いわゆるホンダの何でも対応できる汎用品のキーレスで対応していただければと思います。リアンこれで今集中聞いてる音してましたね。ダメみたいですね。はい、エンジンかけてみます。はい、18万1684キロですね。しばらく置いてなかったのでバッテリーの方下の方になってますが、これは走ってみないとちょっと分かんないぐらいですけども、バッテリーが下の方だったのでセルでスタートが1回ありました。こんな感じで見てみます。はい、いい感じですね。赤と比べるとかなり漏れもなくですね、にじみもなくかなり綺麗なようにも感じます。ちょっとですね、ハッチが、ボンネットが閉まりづらかったですね。これオークション会場で見た時もそうだったんですけど、はい、以上です。